ガネを新調するというスポンサーが来ました。イエーイ探り探りカメラマンであまねちゃんもいます。付き添いです。ありがとうございます、はい、でなぜメガネを新調するかっていう話なんですけども、見てください。何今あこれちょっと外したらもう取れるんよこれ、うん、このあ何てなつる補強されてるのそれ。そう今補強してるなんかテープでぐるぐる巻きに、まあなんかあんまバレへんかなって思って黒のマスキングテープで補強してるんですけども、ちょっとこれでも限界が来まして、はい、昨日壊れちゃったんだよね。なんか寝る前によっしゃメガネ置こうって思ってパッて取ったらボキッて落として、踏んだとかじゃないんや経年劣化っぽいです。そう、ね、7、8年ぐらい使っとって。78年、よう持ったわねえ物持ちがいいで有名なの、ね、じゃあテンパレ時代はずっとそのメガネやったってこと？そう、ずっとこれ待ってかけにくいもうここほっぺ当たってるついに確かにちょっと歪んでるついにお別れってことね、うん、そのことも、もうこれどうしよう、私物プレゼントですかそれめっちゃ価値ある私持ってても使えへんから、うん、もしかしたら福袋に入る可能性がありですね。まあそんなことはどうでもよくてですね、はい、今回あまねちゃんと一緒に新しいメガネを選びたいと思います。あーおにゅうのメガネ、まあ、なんかどんなにしようかなって感じだけど、まあ何やろうな、何が似合うかわからないんで、ちょっといろいろかけたりしていきたいなと思います、うん、じゃあ選びましょう。レッツゴー。ふんふん、ちょっと大きくなった黒縁は黒縁でも黒の面積がでかいよ。だから顔に対してメガネの面積がでかいって感じ。メガネ口そうねブルーライトもあるけど今回はブルーライトなしで、うんうん、そう暗くなっちゃうのよ。ちょっとわかるかな、ちょっとそう目の色が違うって。目には優しいんだけどね、うん、ピンクなんかできた、やばいマジで取れそう。おお。どう？ピンク人間。ピンク人間やな。すごい。なんかリンカちゃんの今のメガネって細くて黒くてなんかスタイリッシュやから、形もねどんなにするか迷うな。意外とでかいのも悪くない？うん。ような気もする。うん。おしゃれメガネっぽい。なんか今までのイメージとほんまに違うな。人が変わる。うん。まあ悩むな。そう。今流行りのはな、こういうクリアっぽいおしゃれ立てメガネっぽい感じ。そう今これしました。迷います。まだまだいっぱいあるよ。トリピがおる。トリピがおる。なんかおもろいな形が今流行りらしい。すげえ。どうね、それ今結構かわいいなって思ってる、なんかこう形が面白い。すごい。ちょ見にくい。どうやったらバキって割れへんかな。なあ、なんかめっちゃふにょふにょで、うん、ほらほらこれがポニャンって。これだと踊っても絶対取れへんね。ずれへんし、このなんか鼻のところも、うん、そうそうそう、なんかしっかりシリコンみたいな、柔らかい、うん、柔らかい、割とありかもしれない、ここの辺の、うん、このエアフレーム、うん、ゾーンって動くし、そうそう踊るからね、
ンクもね馴染んでる髪色に。ピンク人間すぎるかな。まあ確かにな。これかこれかもしんないな。うん、そうね、迷うな。そう、黒をちょっとやめてみるかなってちょっと考えてるな、今。黒がなんか髪の毛あったらいいと浮くかな。ふんふんふん、黒髪やったらね、いいけど。めっちゃ忘れ、買いません。これがいいかもしれない。なあ、ちょっとくすみピンク、うん、カラーに、ね、最後までこのこっちの方、そう、茶色と迷ってたんやけど、やっぱイメージカラーもあるし、スポーツタイプというか、うん、めっちゃ可愛いと思う。いいやん、いいやん。そう、形もな、うん、ちょっとだけ変わって、ちょっとでかくなったか、まつげも見やすくなったと思う。うん、確かに確かに、目にかかってないから、まつげに。いいやん。だからさ、写真とか撮るときとかさ、うん、目あの隠れてるか隠れてないかみたいなも、うんうんうん、問題がなくなるかもしれない。いいやん。いいね、いいね。このエアーフレーム、あ、私映ってる。そう、このエアーフレームタイプのスポーツとかライブとかに良さそうな方に。マジで外れる気もせん。おー、いいやん。今までは結構動いてたもんな。軽いんよね、ほんで、うん、いいね。めっちゃいい気がする。じゃあそちらでどう作ってもらうか、視力検査して、決まりました。
素晴らしいメガネが出来上がりまして見えるようになって幸せでございます。ありがとうございます。わー、これからこのメガネとともに人生を歩んでいこうと思いますのでこれからの滝上凛子もどうぞよろしくお願いしますということで以上スポンサー企画でした。ありがとうございます。